おはようございます。現在朝の7時ですね。7時。ここ何やったかな、壇ノ浦だ。山口県下関市の壇ノ浦のパーキングに来ております。ここでね、今30分休憩取っております。ここのパーキングエリアもう少しで完成するんですね。今新しく施設を作っとって、今年の夏完成らしい。もうちょいやな。ねえ、ここ旗小屋、ホテルもあるし、すごいいいよな、ビュースポット。ちょうどね、今、橋改修工事やっとるんですけども、それでも綺麗やもんな。ねえ、本州と九州を結ぶ橋。関門橋ですね。さあ、ぼちぼち、出発しよう。到着したけど、これどっから入るんかな。入り口が2つあって、表と裏どっち側かな。一時停止です。一時停止です。道路のど真ん中、人が歩きよ。どっちで下ろすんかな。裏と表両方から下ろしができるんやけど、裏かな。ちょっと裏回っちゃろ。もう人がすげえ多いもん。狭っ。狭い狭い。すげえ並んどる。一時停止です。一時停止です。お、近くの会社のトラックが止まっとる。裏側の方が並んどらんからさ、裏側つけちゃおう。
岡山ナンバー、このトラック一緒かな、一緒の口かな。ちょっと事務所行ってみよう。わかりまへんね。マスクつけてヘルメットかぶって、あれヘルメットがない、ヘルメットどこやったやろ。あった、よし、ちょっと顔出してみよう。はい、今ね、納品完了です。納品完了。怒られた。今回ね、時間指定がありまして9時着やったんですよ。9時ちょうどにつけたらね、怒られた、もっと早来いって。なんかね、ここの倉庫6時ぐらいから空いとるみたいで、9時の時間指定やから9時につけたのに、もっと早来いと怒られた。多分ここの工場長やな。しかも9時につけて30分待機、どういうことや、理不尽やわ。怒られた、テンション下がるわ朝から、まあ、とりあえずね、納品は無事に終わりまして、今からね、福岡県一箇所積み込みしてからね、会社の方へ帰りたいと思います。福岡県内積み込みがね、2時から、お昼の2時からなんで時間がありますんで、のんびりちょっと、ね、近くで待機しとこう。テンション下がるわ、嫌やわ。まあしょうがないですね、しょうがない、そんなこともある。よし、ちょっと伊藤かけよう。Why didn't you call?